プロスビエースというところで、今日はですね、契約書開封祭り、契約書を開けつつ最後に守護神のガチャをやりたいと思います。契約書プラスガチャっていうね、動画をいきたいと思います。 10% 打率1割さあ、当たるのか、当たってほしいよね。ああ、これなんかノーリアクションや。カットイン、ノーカットイン、割れるか、ノー、はい、エンド。まあ 10% はさすがにあれだね。次 30%、 おほら紙吹雪なってるよ。3割渡ってほしいよね。これ来たよ、割れろ、割れたー。さあ何、外。でもあれなんだよね、今はさ、シリーズ2がさ出てるからさ、あのシリーズ2もさ当たるかもしれないんだよね。だからシリーズ2が当たってほしいよね。外も嬉しいけどね。だから2があんまり出てないから当たる確率低いんだもんね。でも前に選抜やったじゃん、一人も取れなかったじゃん。やっぱ選抜欲しいよね、誰でもいいから。シリーズ2、じゃあ今度ゴールド契約書一気に10枚いくよ。シリーズ2誰か欲しい、誰でもいい。さあ10枚、ああ何もないよ、何もない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 。あ、ちょっとなんかこれ何、ああカットイン、お、ゴールド契約書 S 確定だよ。これ割れて、これ誰なの、誰なの、清田、加藤、松井、男だ、角中、西、来い、来た、三馬来た。シリーズ2、ほら三馬シリーズ2、そ、まだあるのか、ない、ええとこだ、シリーズ2、ほら三馬、ロッテ、いいね、ロッテね、純正でできるね、これで。しかもスピリッツも高いしね。三馬いいね、しかも今年調子いいからね。最多勝もひょっとしたらいけんちゃうかっていう、頑張ってるからね。残りのやつ、残りのゴールド契約書も全部使う、調子こいてこの流れに乗って当たるかも分かんないから。8枚契約書でハッピーになれるか。さあ勢い乗ってこい。ああ、何もない何もない。これ0対0ってダメなんだよね、なんか今までのなんか経験。おお、何も光もせえへんし、クソみたいな、何クソみたいな、何もない。これもう絶対これ全部 B やろ。これ雄平、木田美、大瀬良、石川、クソみたいな感じで、今クソみたいな契約書だったわ。何もドキドキもせんかったわ。まあでも18枚中1個 S が出たら十分やろ。しかもシーズン2でね、美馬が出て、で床田が1個でしょ。ということで次抑えです。まあ、守護神の ガチャでなんか人の話聞くと増田とか森がやっぱいいらしいので、なんか総合力が高くて、でもリアタイはブセニッツがいいらしいので、なんかツーシームが復活したらしくて、でなんか高速チェンジアップがツーシームとなんかなかなか見分けがつかないらしいの。俺の A は森とロッテの増田結構持ってんだよね。で俺まっすぐ見てもいいんだよね。自チーム 30% なんだよね、最後までいったらね。途中までロッテとかソフトバンクで動かしながら、で最後は楽天かな、ブセニッツだろ。だから一番、じゃあ一番欲しいのはブセニッツにしよう。俺まだリーグがなんかどうやったら強くなるかよく分かんなくて、まずそっち勉強中なの。一番欲しいのはブセニッツ、ソフトバンクの森か増田。だから 30% が当たったらブセニッツが当たるんだよね。もし残り 70% になった時にこの森かマッスンが欲しいよね。でもこのちょっと中継ぎ結構いい選手いるけど、このね7回で当たるんだ絶対。じゃあ1回目、はい、何もない、速攻終わらした。はい、じゃあ2回目、何もない、星も出なければ何もない。 BB だな、これ。こんな何もないのとかある？ 1ミリたりとも何もこないんで。次、自チーム選手1人確定。さあ、はあ、何も出ない、何にもない、何にもない、何にも出ない。光もしなけりゃ炎も上がらない、キャッチャーも飛ばない。さあ4、自チーム選手2人確定。いや、びっくりするぐらい何も起きん。
うわまた難毛菌。ほらほらこんな無表情ある。ほらこれまた飛べへんのパターンじゃん。三連ちゃん三連ちゃん何も起きんのじゃん。ほら三連ちゃん何も起きんで。これあれかな、逆にいい流れなのかな、欲しい選手もらえるパターンなのかな逆に。お、月出たよ。初めて月出たよ。行くんか。おい、そっから月出ただけで何も起きひんな。お、飛んだわ久しぶりに。2個の B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  レア、まあ、これはもらえるんだもんね。 A ランク以上自チーム選手2人確定だ。 A ランク以上だからね、 S も入るからね。ここでまっすぐとかけえへんかな。どうな、寒いな、何も演出起きんな。お、初めてなんかなったけど、おわもう一個いかへんのか。もうスパイクの後も何も光もせえへんし、ボールも真っ白やし、飛んだけど笑いもせえへんのやる。どうせほら岸宮西浅村太田陽香山、お石川いいね、お石表情か。さあ最後です。ここで楽天に変えて自チームもブセリッツ、こんだけ何もなかったら引けるやろ、ビビるぐらい。俺他の人のとか動画見てるけどもっと来てるで途中で。これでもしブセリッツじゃなかったらマジビビるよな。まあ、ブセリッツか森かまっすんな、まあ、あの松田でもいい、あの西武の。それ以外やめて。でもなんか流れ悪い、でもこんだけ流れ悪かったらいけるはず。さあもう演出関係ないよ、どうせ絶対誰かが当たるから。しかも月も出えへんしレインボーでもないし、もう何もちょっと光ってるやん。まあそれ当たるからね、一人はもう愚痴しか出えへんで。これは何もない、もうあまあ何もないけど当たんねや。はい来い、誰やブセリッツ、増田、森、増田、アルモンテ、国吉、加藤、荒木、中川、岡野、高橋、大貫、藤川、最後か、来い！ブゼリッツ！ほら、マイナスマイナスからの最後プラスじゃん。30番引いたね。結果的にいいか、引けだしね。だからあれちゃう？なんぼ出えへんかったら最後引けるパターンじゃん。で、ブゼリッツ。いいね。最高だね。でもあれか、じゃあゴールド契約書18枚中1個 S、シーズン2未満引けて。で、ブセリッツも引けたから、まあまあいいね。昇進変わるんですか、うちから。変わるで、完全に。ブセリッツに変わっちゃうね、昇進は。しっかりあの能力あるんでね。でもうち結構中継ぎで使ってる人いたよ、リーグオーダーでね。何気にね。しかもスピリッツも3500あるし、ね、ちゃんとやったら使い勝手はあると思うよ、うちもね。でもブセリッツ、仕上げたいと思います。やったぜ。